長年ドライアイが治らないあなた必見です。もしかしたらドライアイじゃないかも。この動画を見ればその原因と対策が分かっちゃいます。皆さんこんにちは。ドライアイ MGD 論文数世界第一の眼科医有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日のテーマはドライアイと誤診されやすい病気3選です。では今日もスライドを使ってお話ししていきますね。疲れ目、ゴロゴロ感を引き起こしてドライアイと誤診されやすい目の病気ということですが、解剖学的に涙と近い場所にある病気がやっぱり間違われやすいんです。この図を見ていただけますと、涙、この涙液と書いてあるところですが、涙と近い組織で眼瞼、まぶたですね、それから結膜、そして水晶体、目の中のレンズを太くしたり薄くしたりしてピントを合わせるための筋肉、毛様体筋、こういったものが近くにあるということが分かります。ここにあるような場所にある病気、そういったものがドライアイと誤診されやすいですので、ご紹介していきますね。ではでは、ドライアイと誤診されやすい目の病気3選、その1、アレルギー性結膜炎です。アレルギー性結膜炎は花粉症に代表されるように、何か目に異物、もう花粉症でしたら花粉、ハウスダスト、ダニ、それからカビ、 PM2.5 みたいな自分以外の異物が目に入ってきて、それに対するアレルギー反応を起こして炎症、結膜に炎症を起こす病気ですが、これの主な症状が1、かゆみ、2、流涙といって涙が出ちゃう感じですね。それから3、乾き目、4、ゴロゴロ感とあります。これってみんなドライアイの症状じゃないと皆さんも思われましたね。そうなんです、症状的にはほとんどドライアイとそっくり一緒なんです。なのでドライアイと間違われてしまいやすいとも言えますね。じゃあどうやってドライアイとアレルギー区別するかというと、この写真にありますようにまぶたの裏側をひっくり返すと、そこにイボイボ、これは医学用語では乳頭って言うんですけども、イボイボができてしまって、そこからかゆみとか炎症を起こす物質が排出されています。ですのでまぶたをひっくり返してイボイボがあればアレルギーの治療をしていただく必要があります。ではドライアイとアレルギー性結膜炎の深い関係についてちょっとご紹介しますね。ドライアイになってしまうと涙の量が減ります。で、涙の量が減ったところに花粉だったら花粉症だったら花粉、PM2.5 だったら PM2.5、 そういった異物が目の中に入ってきたとしますね。で、そうしますと涙の量が普通にあれば瞬きとか自分の涙で洗い流すことができるんですけど、涙の量が少ないとそれがいつまでも目の中にとどまってしまって、目の外に出ていかないので、それが原因になってアレルギーを引き起こし、アレルギー性結膜炎になってしまうということが分かってます。で、逆にアレルギー性結膜炎がベースにあった場合、目の中で急性の炎症が起きてしまっているので、目の中の温度が上がるんですね。温度が上がると涙が蒸発してしまいますので、アレルギー性結膜炎になるとドライアイを引き起こしやすいです。ですのでお互いがお互いのリスクファクターというふうに言います。お互いドライアイになったらアレルギーになりやすい、アレルギーになったらドライアイになりやすい。なので余計、誤診と言いますか、その間違った病気として診断されやすいということが言えます。で、さらに注意しなきゃいけないのが治療法が真逆という点です。今までこのチャンネルでもご紹介しましたように、ドライアイの中でも特に油不足のドライアイは、その油を溶かすために目を温めることを推奨してますよね。ですが、もしアレルギー性結膜炎だった場合には目を冷やさなきゃダメなんです。目を温めると逆効果です。炎症が強くなって目が充血しちゃったり、涙がたくさん出てきちゃったり、痒みが増しちゃったりします。ですのでアレルギーの炎症が起きている時は温めたらダメで、
冷やしてくださいね。ですので治療法が真逆なので、ここは、注意しなければならないです。でもしドライアイとアレルギー両方合併してしまった場合、まあ、さっきも言いましたように合併しやすいです、両方なっちゃった場合にはアレルギーの炎症を取る治療の方を優先してもらうので、冷やすと温めるどっちって思ったら冷やしてください。冷やして先に炎症を抑えて、それからドライアイの治療をするのがおすすめです。ではドライアイと誤診されやすい目の病気3選その2です。その2、屈折異常、調節異常です。屈折異常、調節異常って何かなと思われますよね。実はそれって網膜にピントがきっちり合わない状態を指します。例えば屈折異常っていうのは、皆さんよく聞いたことがあるのは近視、遠視、乱視、そういったものを屈折異常と言います。それから調節異常の方はピントを合わせる筋肉、まあ、毛様体筋と言いますが、その過剰な緊張や痙攣によるもので、まあ、お子さんでしたら下性近視、それから大人でしたら老視、まあ、老眼ですね、そういったものが挙げられます。検査としては遠くと近くの視力検査をするというのが有効なんです。では屈折異常、調節異常の症状についてご紹介します。1、疲れ目、それから2、頭痛、3、肩こり、4、首こりです。これってどっかで聞いたことある症状ですよね。そうです、ドライアイの患者さんでもほとんど同じようなことをおっしゃるケースが多いです。でまた老眼、老視が始まっている年齢、40歳、50歳ぐらいのところはドライアイになりやすい年齢でもあります。ですので年齢的にドライアイとこの老眼の始まり、そういったものは合併しやすいとも言えます。ドライアイと屈折、調節異常の深い関係についてご紹介しますと、目の中でピントを合わせてしっかり見るレンズというのは実は2種類あるんです。1種類目は皆さんご存知の目の中にある水晶体というレンズですね。そしてもう一つは角膜と、その角膜の表面に乗ってる涙、これがもう一つの目の中でピントを合わすレンズになってます。ですので水晶体のレンズの調節するのが毛様体筋、ピントを合わせる筋肉ですけれども、もう一つはその涙と角膜、それが綺麗な涙が乗って、ドライアイじゃなく綺麗な涙が乗って凸凹にならない状態でいるということが、ちゃんとピントを合わせるということに役立っています。ですのでこの2つのレンズがちゃんと機能して初めて疲れ目を予防できたり治療できたりするので、どっちかだけの治療だと完全な治療にはなりません。ドライアイの治療をしているのに疲れ目、首こり、肩こりが治らない方もいらっしゃると思いますし、ちゃんと屈折異常、調節異常の治療をしているのになんだかまだしっかり治らないなという方は涙の治療が必要かもしれないんですね。ですので目の中の2つのレンズをしっかり意識して治療していきましょう。で治療法の違いですが、もちろんドライアイ、屈折異常、調節異常は、目を温めるということで筋肉がリラックスしたり、目の中が油を溶かしたりするということで、そこは治療法共通なんですけども、一番の違いは度数のあったメガネをする、これが調節異常、屈折異常の治療の大きい一つです。ですのでメガネをかけ、メガネってなんかかけてもかけなくてもいいみたいに思われちゃうことあるんですけど、実は度数のあったメガネっていうのはすごく重要な眼科の治療の一つです。ですので、まあ、5年前10年前のメガネをリモートワークするようになって最近かけ出したというあなた、ピント合ってますか、度数合ってますか。それから40歳50歳を過ぎて、私若い時は目がすごく良くてって自信を持っている方ほど、実は近く用のメガネ、ちょっと言っちゃうと老眼鏡っていう、なんか、まあ、あんまり言いたくないセリフですけど老眼鏡が必要だったりするんです。でも、そこをすることで首こり、肩こり、頭痛、疲れ目から解放されるかもしれませんので、まあ、そこは、こだわりを持たず治療の一つだと思って、度数になったメガネ、ぜひ作ってみてください。そして次、いよいよ、ドライアイと誤診されやすい目の病気3選その3の発表に移る前に皆さんにお願いがあります。このチャンネルでは皆さんのためになる動画を配信していますので、ためになったと思われた方はぜひチャンネル登録、高評価をどうぞよろしくお願いします。では最後ですね、ドライアイと誤診されやすい目の病気3選その3、眼瞼痙攣です。
眼瞼痙攣はその1その2に比べてちょっと耳慣れない、初めて聞くという患者さん方もいらっしゃるかもしれませんね。ただこの眼瞼痙攣は非常に実はドライアイと誤診されているケースが多い疾患なので、ぜひ聞いてください。眼瞼痙攣とはまぶたの開け閉めを行う眼輪筋という筋肉ですね、まばたきする筋肉ですけど、それが何らかの原因で本人の意思と関係なく痙攣してしまって、急に目を閉じちゃったりするという症状を訴える方がいます。で、まばたきの制御に異常をきたす病気として知られています。で、眼瞼痙攣の症状は何より1、眩しいです。で、2、乾き目、それから3、目を開いていられない。この症状を言われたら、普通やっぱり眼科医、私たち眼科医は最初に思い浮かべる病気は何といってもドライアイなんですね。なので患者さんも自分はドライアイですとおっしゃって来られるケースもあるので、長々ドライアイの点眼を処方されてるけど良くならないといったことになりやすいです。で、眼瞼痙攣は実は目の病気じゃなくて脳の誤作動ということが最近分かってます。ですので目の治療、涙の治療では回復しません。で、じゃあどういった治療というのを今日ご紹介しますが、眼瞼痙攣だった場合にはボトックス注射というのがありまして、ボツリヌス毒素の注射、この眼輪筋、このまぶたの周りに注射を打っていくんです。で、ボトックス注射、どっかで聞いたことあるなと思われた方もいらっしゃるかと思いますが、そうですね、シワ取りですね、目の周りのシワ取りとして美容皮膚科領域で使われているかと思いますが、これは眼瞼痙攣の治療として眼科領域では認められている保険で治療できる治療法となっています。で、ただ眼瞼痙攣の診断には種目テスト、まばたきテストといったような特殊な検査があります。それはまた別の動画でご紹介しますが、眼瞼痙攣だった場合には目薬以外の特効薬、これをやればすぐ治るといった治療法がありますので、そこをちゃんと治療していただければというふうに思います。では本日のお話のまとめです。疲れ目、ゴロゴロ感を引き起こし、ドライアイと誤診されやすい目の病気3選をご紹介しました。涙、ドライアイになるのに近い病気が、解剖学的に近いところが誤診されやすいです。まぶたにあるものは眼瞼痙攣、結膜にあるものはアレルギー性結膜炎、そして調節、ピントを合わす毛様体筋の異常として老子や遠視、乱視といった調節異常、屈折異常というものが挙げられます。ドライアイと症状が似ている他の病気もありますので、眼科で適切な検査をしてもらうことが大切です。以上です。皆さん、本日も最後までこの動画をご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょうね。さようなら。